今回はこんな感じの髪飾りを作っていきます。する道具です。ハサミ、木工用ボンド、ピンセット、爪楊枝、ニッパーとペンチです。と手拭き用に濡れたタオルがあると便利です。材料です。 0.9 ミリのカラーワイヤーの黒、ポスティラ、マニキュアの赤と刺繍糸、これは何色でも大丈夫です。とフローラルテープ、と18ミリのくるみボタン、4ミリのパールビーズ、ボールピック、花座、コーム、リリアン糸と、フェルト生地で、ちりめん風の貼れる布が赤、黒1枚ずつです。で、コーム以外は材料はすべてダイソーで購入しました。切り方です。こちら黒い方が3センチ ×4 センチで32枚、こちらは4センチ角で3枚、でこちら赤い方が2.5 センチ ×3.5 センチで27枚、でフェルトですが直径 1.8 センチで9枚、こちらが1センチ ×3 センチで2枚切っておきます。でさらにこちらとこちらは切っていきます。で黒い方は下から 1.5 センチぐらいまで切ります。であとは山になるように切ります。でこの山の頂上を少しだけ切っておきます。赤い方も下から 1.23 センチのところまで切ります。でこちらも山になるように切ります。はい、で上を少しだけ切っておきます。必ず向かって左側を切るようにしてください。すべて切り終わりました。で黒い方だけさらに色を塗っていきます。で先ほど定規ご紹介するの忘れてたんですが、定規もご用意ください。で、こちらダイソーのポスティラというポスターカラーで、山がこっちにある状態で、ここからここまで線を引きます。で結構何度もこう線を引いて赤い色をつけていきます。はい、で一度線を引き終えたんですが、こう吸収されてしまって赤色が綺麗に出ないので、さらにこの上から赤で着色していきます。はい、でこれを何度かやっているとこのくらいに赤が発色してくれるようになるので、このぐらいまでは赤くしてみてください。次はボールピック3つをマニキュアで赤く染めていきます。赤いビーズをお持ちの方はこの作業はいりませんので、そちらを使われてください。洗濯バサミで挟んでどこかに吊るしておいていただくか、こういう発泡スチロールに立てておいていただいてもいいかと思います。まず赤い花から作っていきます。めくっていただいて、ここに山の部分がある状態で、こことここを貼り合わせます。はい、であとこう折っていただいて、こう真ん中をつまみます。でこれを後ろに倒します。でこの輪の方からピンセットを入れて、後ろから開きます、はい、そうするとこの山、こちらがペタペタした面になります。でここに少しボンドを乗せます。あまり乗せすぎるとここにくっついてしまうので、このぐらいで大丈夫です。でこの山を手前に倒してくるっとこちらに貼り付けます。はい、でそうすると丸つまみの状態になりますので、ここの部分を内側にぐっと押し込んで、あと上からギュッと指で潰して
やると恋花びらになります。で、全てこのように作っていきます。赤い花びらは27枚全てこのように作ってください。で、これを5枚ずつフェルトの上にくっつけていきます。裏に結構たっぷりモンドを塗りました。花びら5枚できましたら、花座をくっつけていきます。裏にボンドをちょんと塗って真ん中に置きます。で、4ミリのパールビーズもちょっとボンドを塗って置いて乾かしておきます。お花を3つこのように作ってください。で、残ったものは下がりに使いますので、このまま置いておきます。はい、今度は黒い花びらを作っていきます。で、先ほどと同じように剥離紙をこう剥がしていただいて、で、山がここにあります。で、こちらとこちらを貼り合わせます。はい、この線がちょうど真ん中に来るようにちょっと調節しながら折ります。はい、で、真ん中をつまんで後ろに倒します。で、こちらの輪の方からピンセットを入れて、もう一度後ろから開きます。で、この部分にボンドをちょっと乗せます。で、この山の部分を手前に持ってきて畳みます。で、先端部分をギュッとつまんで、あとはあまりこう開かずに少し形を整えます。はい、こんな感じで32枚すべて作っていきます。花びらが出来上がりました。次にお花にしていきます。4センチ×4センチで切っておいた貼れる布の角をこうちょっとずつ落として丸くしておきます。で、こちらのくるみボタンに貼り付けていきます。だいたい真ん中にくるみボタンをポンと乗せて、あとは手前にこう少しずつ折って、ちょっと中に折り込んでしまいます。はい、こんな形になります。はい、この上に花びらをくっつけていきます。先端の方の半分ぐらいにだけボンドを乗せます。ここから見るとこんな感じになります。で、8枚貼り付けていきます。はい、お花ができました。で、ここにあらかじめ作っておいたこれをつけていきます。この部分で切ってしまいます。で、切ったところを下にしてこの上にくっつけます。で、このようにお花を3つ作っていきます。で、残った部分は下がりに使いますので取っておきます。下がりを作っていきます。リリアン糸を25センチぐらいに2本切っておきます。下に貼れる布の袋を置いていただいて、ねじれのないように糸を置きます。で、まず赤い花びらをくっつけていきます。横の部分にボンドを乗せます。少し塗ります。で、こう貼り合わせます。こんな感じに貼り合わせます。ぎゅーっと。で、2つがくっついたら裏から
この真ん中のところにボンドを入れます。この真ん中の部分に糸が入るようにしますので、真ん中はこうギュッと塞いじゃわないようにちょっと開けておいた方がうまく糸に乗るかと思います。真ん中の部分にボンドを乗せて、このまま糸の上にポンと置きます。はい、でこんな感じで全部くっつけていきます。はい、付け終わりました。だいたいこの間隔が1センチぐらいずつ開くように付けてみました。これはお好みでされてください。で上は結構長めに余らせてあります。でこんな感じで2本作っておきます。